始まってから、まあ、なかなかオフっていうオフもなかったので、まあ、しっかり昨日でリフレッシュできたと思うので、まあ、今日からしっかり気持ちを切り替えてやっていき、いければいいかなと。が10分ですけど、自分にとって本当に大きい10分だったかなって、気持ちの部分だったり膝の部分だったり本当に感じた10分間だったんで、すごい出してもらえてよかったなと思う。まあ、もうちょっと点が取れたらチームとしても波に乗っていけるとは思いますけど、まあ、一番本当に大事なのは勝つって部分なんで、まず本当にここまで勝ててるのはチームとしてすごいいいことだし、その中でまた自分がアクセントになれたらまたいいのかなと。シュートチャンスはあるんですけど、なかなか決めきれてないっていう部分が今あるので、やっぱりそういうところを決めきれるような選手にはなっていかないといけないと思うので、そこはしっかり次の試合で。スーパーでも自分が出るかもしれないってなった時に、まあ、相手はスイス戦のプレーは絶対見れると思うので、こういう攻撃をしたらダメなのかっていうのを多分研究はしてくると思うので、そういう部分では簡単にはいかないところだと思うので、しっかり、まあ、どういう状況になってもいい準備で臨めるようにっていう準備はしておかなきゃいけないなと思います。